お疲れ様。なんかボロッとしてるね。あ、うん、いろいろ見たから感想を言おうと思って。アイドルが合宿する方はなんかすごかった。みんな朝ごはん食べる時からアピールしてて、ライブの方はなんか裏方の人たちもめっちゃ一生懸命なのが良かった。え、だからうん、今日日誌ないじゃん。だからだって見たの2つだけ。なんで笑うの？私が無口みたいじゃん。もう